シャトーペトリュスのブドウ畑。シャトーペトリュスは、ポムロール奥に位置する、ボルドーワイン生産者で、その東の境界線は、3イコールテミリオン奥からほど近い。限られた畑から限られた量の赤ワインを生産し、時に応じて、少量のカベルネフランを使用するのみで、材料のほとんどに、メルロー種のブドウを使い、セカンドラインのワインは作らない。畑は、 リブルヌのワインショージャンピエールムエックスの所有である。ポムロールのワインは公式な格付けがされていないが、ペトルスはアペラシオンドリジーヌコントロレの偉大なワインとして広く認められており、シャトールパンと共にポムロールを代表するに大高級ワインとして、現在も一貫して世界で最も高額なワインとして知られている。シャトーペトリスの壁を飾るセーペトロ像。 当初の畑は7ヘクタールほどの広さで、18世紀中頃からは、ある農家の所有地だったようで、その名が、初めて記録に現れるのは1837年で、ある。チャールズ・コックスとミシェル・エル・ュアール、フェレ教著の1868年、コックスフェレットでは、シャトー・ペトリウスは、ビューシャトー・セルタンに次いで、シャトー・トロタノワと共にクリブルジョアと、プルミエ・アルテザン級に格付けされている。 この期間のヴィンテージは、ペトリュス・アルノーのラベルが付けられている。1878年のパリ万国博覧会で、ペトリュスは、金メダルを獲得、高い評価を得て、販売価格もポメロールの一級ワイン同様、メドックワイン二級並みの水準となった。20世紀初頭、アルノー家は、ラソシエテチービレージ社とパトルース社を設立、株式を一般公開した。 1925年前後から、リブルヌのホテルルバを所有するエドモンルバ未亡人が、シャトーの株式を買い始め、1949年には、シャトーの単独オーナーとなった。デイビッド・ペッパーコーンによれば、ペトルスの偉大な都市は、第二次世界大戦が終了した1945年に、始まったという。リブルヌのネゴシアン・エスタブリスモン・ジャンピエールム X ・ムエックス、シャジャンピエール・ムエックスが、 その年から、ペトリュスの独占販売権を獲得。ここから、ペトリュスの国際的評価がスタートした。マダム・ルバはシャトー・ラトゥール・ア・ポムロールのオーナーでもあり、生涯にわたって、現役のワイン製造者であり、品質への細やかな気配りと強い意志で知られ、彼女のワインは偉大なクルに並ぶ、価格価値があるとみなされた。翌年以降も、ムエックス社との協力体制は成果を上げた。 ペトルスはアメリカ合衆国に輸出され、1947年には英国のエリザベス王女とエディンバラ公、フィリップの結婚式でも提供されている。マダムルバは、後の1953年、エリザベス2世の即位式に際して、ペトルス1ケースをバッキンガム宮殿に検定している。1956年冬、総害がボルドー地域を襲い、 ペトルスのブドウ畑では3分の2のブドウが枯死した。マダムルバは新しい苗を植えるのではなく、生き残ったブドウに新しい鶴を継ぎ木するという決断を下したが、リスプイジという手法はこの地域で初の試みとなった。彼女の成功により鶴の平均年齢を高く保つ方法が確立され、この手法がその後も引き継がれることとなった。ペトルスは伝統的に ボトルだけではなく樽でも販売されてきたが、この観光は2013年に終了している。アメリカ合衆国におけるペトリスの名声は、ニューヨークのレストラン、ル・パビオン・でパビオンオーナーのアンリソウルがプロモーションを行い、1960年代に高まった。アレクシス・リシーヌによれば、海運王オナシスがル・パビオンを訪れた際に、角のテーブルに座って、ペトリスを飲んで、以降、ペトリスは、 ステータスシンボルとなり、ワイン通りを気取りたい人々が漏らす名前となったという。1961年にマダムルバが死去すると、シャトーは、名のリリー・ラコストルバと、おいのリニャックに残された。対立する、相続人二人の平等性とその後の影響を、考慮して、株式は、JPMX が引き継いだ。一定期間は、名がシャトーを監督していたが、1964年に、 JPMX がリニャックの株式を購入し、ワイン醸造学者のジャンクロード・ベルエーをペトリュスに迎えた。またこれに先立ち、エミール・ペーノーが非常勤の専門医として迎えられている。1969年には5ヘクタールのブドウ畑が近隣のシャトウガザンから買い足された。ペトリュスの建物。2003年にジャンピエールム x が死去すると、その息子で、 グループデュクロ会長のジャン・フランソワ・ムエックスがペトリュスのオーナーとなった。彼はペトリュスのフランス国内の販売を規制し、一方で1970年からペトリュスを担当していた弟のクリスチャン・ムエックスは息子のエデュアール・ムエックスと共に武道畑、醸造、マーケティング、輸出販売を監督している。技術監督を44年間務めた。 ジャンクロード・ベルエが2007年に引退すると、エリック・ムリザスコが後を引き継いだ。ベルエの息子オリビエ・ベルエが新しく、醸造技術者として任命され、技術監督となるべく研算中である。クリスチャン・ムエックスは、ペトルスから距離を置いて、自身の役割を技術顧問に限定する意向を2008年に表明している。ト頭にあるのは、城ではなく、2階建ての屋敷である。 屋敷和製ペトロを象徴する鍵で装飾されている。クリスチャン・ムエックスは、ペトリスには、シャトーの名は、ふさわしくない。あるのはただ、古い農家だけだと語っている。シャトーペトリスを出荷する際に使用される木箱。シャトーペトリスのブドウ園の広さは11.4ヘクタールで、ポムロール奥の東の大地に位置する。ブドウは95%がメルロー種で、5%が カベルネ・フランシュである。パトルース・ブータニアほどの大地の頂上に位置し、元々のブドウ畑の土壌表面と仮想土は、鉄分を豊富に含む粘土で、クラス・デファーと呼ばれる。近隣のブドウ園の土壌は、ペトルスのものとは異なり、砂礫や粘土質の砂が混成している。1969年に、シャトーガザンから買い足した土地は、パトルース・ブータニアの上にはない。 鶴の平均年齢は45年を超える。ボルドーで初めて若い実をまびくイクレアセ設置を導入した。この技術により収穫口を減らして残したブドウの品質を向上させることができる。ブドウは2日から3日かけて手で摘み取られるが、ブドウ園が小規模なので必要に応じて1日で収穫することも不可能ではない。収穫後は厳しい品質検査が行われ、 跳ねられた一群は偉大なワインからは拒絶される。現代ではペトルスはほとんどメルロー酒だけのセパージュワインであり、カベルネ・フランシはほとんどの都市で使用されることがない。若いワインは新しいフランス産多くの樽で2年ほど寝かされる。例年の生産量は多くても2500ケースである。ありがとうございます。